その時の私はゲートルというのが分かりますか、巻き飯というかね、はい、ここにあのゲートルを巻いてね、あ、そして下は靴がないもんですからね、はい、草履ですね、わら草履履いてね、あ、そして学校へ行ったんです。あ、はい、そうしたら3年生以上はもう3年4年は春日井の軍事工場に働きに行ってて、1年生と2年生しかいないんですが、その1、2年は町の大井町ですね、江梨大井町のダイソーという電気屋にの前に整列したんです。あ、はい、天皇の重大放送があるというのでね、はい、そして汗を拭いともまなくね整列したら、その前のダイソーの電気屋さんですからスピーカーがこう道路の方に面して、あ、そしてあの天皇の話が始まったんですけど、うん、何を言ってるのかわからないんです、うん、抑揚はあるんですけどね、うん、わお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 わわんって言って言っとるだけでね、そしてそのうちに君が代が乗って、はい、終わったなと思ったんです。うん、全然何が言ってるかわからなかった、うん、はい、ただそう言われてみれば耐え難きを耐え忍び難きを忍びということを言われたね、はい、その終戦の告示の時に、はい、はい、でもうちょっと頑張ってやれということかなと思って私は、はい、食料なんだけども耐え難きを耐え忍び難き忍んでもうちょっと頑張れっておっしゃったのかなと思ってね、あで帰りに上級生が日本負けたぞって言って、ああそうか日本負けたのかと思ってね、はい、で初めて帰りに敗戦っていうか終戦を知りましたですね、はい、戦争中はね私のところはね割とあの、うん、広い田畑を持ってましてね、はい、ですからあの米は供出してしまわなければならないので、取ったやつはね、はい、はい、それであのさつまいもの中にお米が入っているようなご飯を主食として食べてましたね、はい、そしてヤギを飼ってね、はい、あの親父がヤギを飼ってて、はい、そしてヤギを絞ってね、私も自分で絞ったことあるんですけどね、絞ってそのヤギの乳を飲んでましたですね、はい、で私のところのすぐ畑の中で塹壕って分かりますか、穴掘ってね、兵隊さんが最後に出撃前の実戦射撃をやるんです。はい、で私の家の中にあの畑の中にそういうことをやってたんですね。それをやって今中津川のなんとかというゴルフ場になってますけど、はい、昔は演習場だったんです、実戦の、はい、まさに平和になっちゃってゴルフ場になったんだけどね、はい、そこに士官様って言って僕ら言ってたけど、はい、士官様の感謝がありましてね、はい、そしてそれが中尉ぐらいだったと思いますけどね、はい、5丁ぐらいの人がどっか他のところに泊まってて、そして朝の馬を引っ張って、はい、で士官さんのところへ行って、はい、士官さんがその兵舎から出てて、いろいろまあ馬に乗ったりなんかして練習して出かけたんですね。で私が小学校の時だったかな、おばあさんが兵隊さんがお腹が空くで何か持っててやられてて、はい、で重箱に3つの重箱に豆を煮てね、はい、で持って行ったことがあるんですよ、はい、そしたら平田さんが喜んでね、みんなでもうむさぼり食べてね、はい、お腹空くでしょ平田さんも、はい、で食うのは決まってるしね、おにぎりか何か昼は、はい、で豆の煮たやつを持って行ったらね、そしたら某の医者どこや言われて、であそこです言ったら、こういうあのなんていうんですかな、あの双眼鏡みたいな、はいはい、ちょっと高いところまで見えるようなのではね、うん、でそれで見せてくれてね、どこへ行ったらあそこです行ったら、
そしたらちょうど鶏がピャーッと飛び上がったところがね、行ってて、豆をあげたことがあるんですよね。はい、ちょうどね、実弾射撃ですからね、はい、あの近くに若森くんっていう人がおって、その人がね、その弾を時々拾ってるんです。はい、そして拾ってこういう玉ですけど、こういう玉にね、こう輪っかをつけてね、はいはい、こうやって腰にぶら下げたりなんかするのがね、あの少年時代なかなか誇らしく思ってね、ぶら下げてたんですけどね、一回そのまだ実弾が入ってるやつをこの輪っかをつけるために七輪かなんかで火つけたらバーンと立ててね、手が飛んじゃったんですよ。はい、でその子、はい、はい、そういうことがありましてね、これでもうそれからは拾ったかんって言ってね、私 もう一時それをもらって喜んでね、金ピカに光らせて、磨いて、はい、磨いてね、このぐらいですけどね、このぐらいの高さ、はい、小銃の弾ですから、はい、もうもらって喜んで腰にぶら下げてたことだった軍事少年、うん、あ、軍国少年、まあみんなそうだったんですよね。そうですよ、はい、配属将校がおりまして、前言ったように配属将校鬼より怖いという時代ですからね、その将校がね、前お話したかもわからんけども、9月になってからね、あの柔道場へ入れとおっしゃったもんだから、みんな柔道場入ったり、そして正座しとったんですよ、はい、正座してったらその配属将校が正座をやめてあぐらをかけとおっしゃったんですね。それでそう言われても誰もあぐらなんか隠しておらん、配属将校ですから、鬼より怖いという配属将校の前でそんなあぐらなんかかけない、はい、そしたら配属将校がね、これは命令だと、あぐらをかけとおっしゃった。ほんで命令なら仕方がない、まあ従わざるを得ない、しぶしぶあぐらをかいたんですね、はい、そしたら配属将校はね、自分から腰の軍刀を抜いてね、前を置いてね、から軍帽を前に置いてね、帽子を取ってね、はい、はい、そして我々のような軍人がいて日本は負けた、申し訳なかった、いや私はびっくりしましたね。驚天動地という四字の熟語がありますね。驚くという字に天、それから動く地、驚天動地、まさに驚天動地っていう感じやった、はい。それでその配属将校が肩の前に置いて、はい、お辞儀を、ほいでも我々はあぐらかけて言われてもまた改めて正座してお辞儀したい、はい、そういう、まあ、軍国主義の時代ですからね。そしてあぐらかけておっしゃるもんですから、しょうがないであぐらをかいたら、さっき言った我々のような軍人がおって申し訳なかった、はい、でこれからは自由に生きてくれっていうようなことをおっしゃってね、その人は実はね、配属将校であっても、うん、中農の方の英語の先生だったらしいです。そうですね、悔しい思いも3分の1ぐらいあったでしょうね、はい、こんなはずじゃなかったと、配属将校で威張っとれるのにこんなみんなに頭下げるって悔しいなという気持ちも多少3分の1ぐらいあったと思うし、それやっぱり時代が変わったんですからね、はい、よく素直に謝られたと思うね、僕は、はい、その時に僕は人間として認められたという気がしたね、はい、はい、その時 に一人の人間として認められたという、そういう気がした、はい、初めて自我に覚醒というかね、はい、自我に目覚めたという感じがしたね、はい、あの時は本当に俺にこんな青二歳に謝って、はい、そんな立派な人がね、ああと思ってね、はい、まず戦争が終わってよかったっていう気持ちが本当ですね、はい、敗戦でも
あんなもんまだ戦っとったら本当にどこまで焼け野原になるかわからんし、どれだけの人が亡くなっていくかわからんでね、はい、早く敗戦になってよかったと思う。そうですね、本当にあんな時を知ってたらもう本当にもう今のありがたさっていうのはないでしょうね。さっき言ったように坂本の連兵場のところから最後に出征していくっていうのはもう、もう死ぬのを覚悟していったわけですからね。はい、そうですよね、はい、死ぬのをいつか死ななきゃならんと、それを国のためという美名のもとに、はい、戦争に行く、お国のためというか家族のためというかね、はい、ほんで天皇陛下万歳という代わりにお母さん万歳って言った人があるという話を聞いたことあるけど、お母さんいつまでも生きとってくれって言って、